今ね、ちょっと次なるキャンプ場へ行こうと道路を運転していたんですけど、なんとこの冬期間で通行止めということで、この四国カルストっていうのがもうすっごい星が綺麗らしくて、それがね今回一楽しみだったんですけど、残念なんですけど、ちょっとまた他の場所を当たって今日も今日泊まる場所が決まってないっていうね、また車中泊スポットを探していきたいと思います。道の駅伏せの坂というところにちょっと立ち寄ってみました。ここね、ほうじ茶が有名らしくてですね、こちらほうじ茶アイス買ってみました。せっかくなんで、ね、いただいてみましょう。いただきます。いいですね、なんかこの地域の特産品を食べていく旅っていうのがいいですね。ほうじ茶、いただきます。あ、ほんまや、お茶の味する。甘くない感じがいいな。うん、後味すっきり。で、前も買ったね、こちらのカツオのほぐしたこれ美味しかったんで、ちょっとまたね、どっか車中飯で使おうと思って買いました。540円という感じです。前も600円ぐらいだったんで、まあそんなもんですね。で、あとね、ちょっと今日もねバーベキューやろうと思ってますんで、キャンプ場見つけて、ちょっとねここお肉買ってきたんで、また後でのお楽しみです。こちら川ウソ公園という公園に来ました。この河川敷沿いでキャンプ OK だそうなんで、火を起こしていきます。おなじみ北でステーブルグローブ、ウインナーをメインに行きたいと思います。ちょっとスーパーがねもう稀になさすぎて、昨日買い置きできるもんがもうこれぐらいしかなかったので、生肉はちょっとあかんと思ったので、今日はウインナーで盛り上がりたいと思います。いただきます。次はブラックペッパー。今回はですね、さっき言った道の駅でイノシシ肉を買ってきました。ジビエです。いや、これね特産品ですんで、せっかくなら焼いて食べたいと思います。シシ肉いただいてみます。確かにベーコンにかなり近い味だな。ちょっと固めでほんまにベーコンって感じ。
めちゃくちゃジャンクなホットドッグです。ほんまにハンバーガー食べてるみたい。今からね、温泉入っていこうと思うんですけど、電気力がないんで、この間にもソーラーパネルで充電しておきます。また窓から通しておいて、僕がゆっくりした間に電気と太陽の力を借りようと思います。では行ってきます。宗田山温泉って参りました。すごかったです。ザ温泉って感じで、でも雰囲気がありまくりの温泉でした。露天風呂もほんまに山の中のヒノキ風呂みたいな感じで、木の桶とかで、いや雰囲気がねめちゃくちゃ良かったですね。須崎市というね、鍋焼きラーメンの発祥の地がすぐそこなんで、そこに今日は鍋焼きラーメンご当地で食べてみたいと思います。じゃあ行きましょう。今ね、そちらの鍋焼きラーメン画廊さん行ってきましたけど、美味しかったですね。今まで食べてきた鍋焼きラーメン何だったんだっていうぐらい違いましたね。いやーラーメンライス最高だった。じゃあね、今日の宿泊地へ向かおうと思います。今晩宿泊する道の駅川嘘の里須崎という道の駅に来ました。ここね、カツオのなんか専門店的なとこも中に入っていたりしたんで、カツオここの道の駅だけで何千匹おるんっていうぐらいのカツオの量でした。僕もね、週末はカツオとこになりたいんで、まあいわゆるカツオはね仲間になりたいんですけど、というわけでね、今日はねここで泊まりたいと思います。もうすっかりおなじみですが、ソーラーパネルもやっておこうと思います。入力も 50W ちょっとしかないんですけど、こちらのねジャクリー700の方がもうほぼゼロに近いんで、かなりちょっと今電気ピンチです。2000ワット近く積んでるにもかかわらず、やはり集合バンライフして、でパソコン作業もあるってなると結構やっぱ、であと冬ですね、電気毛布冬なんで寒い分って考えると、かなり冬の車中泊っていうのは電力を使うってことがちょっと分かってきました。ここのね道の駅で買ってきた、バラのほうじ茶いただこうと思います。なんか高知県ねほうじ茶も名物で、昨日もねほうじ茶アイス食べましたけど、まあ、それに乗じてねかなりの種類あったんで、いやーすごい悩んだんですけど、ヘバーと違ってね総流しとかボックスとかないんでまああのもう単勝一点勝負みたいなしか無理なんで、バラにしてみました。電力が今 89% ですね。今日さえ乗り切れば、明日からまたホテルなんでまた回復するんですけど、今日パソコンと調理するなら調理と、あと電気毛布が 30% ぐらいは使うと思うんで、いやその分だけちょっと持ってほしいですね。こちらねちょっと読みながらまた高知旅楽しもうと思います。これも道の駅に置いてあったんですけど、ほんまに高知は観光案内が所々にたくさん置いてあるんで、ガイドブックいらないです。来てからこれを見てどこに行こうかって考えてもいいぐらい観光者に向けて力入れている県だと思います。しかもちょっとマニアックなとことか載せてくれてるんで、ネットでググっても出てこないこと、それがやはり現地来ないと気づかないことなんで、そういうのを楽しめるっていうのはほんまに土佐の国いいですね。
現在夜中の12時です。車中泊するような人はほとんどいませんね。でここちょっと大通りなんで結構スピード出して音がするっていうところがちょっと難点ではあります。目の前にローソンもあるんで、いやかなりでも立地はいいですよね。何かあったらすぐに買いに行けるし、久しぶりに明かりがあって人がいるところに泊まるんで安心感がすごいですね。もう2時半っていう謎の時間です。バンライフしているとたまにね実家でのんびりすることもあるんですけど、実家いる時よりこうやってバンライフしている時のこのサバイバル感の時の方が精神的な楽しさは肉体の限界を超えるっていう、なんかその感じがあるんですよ。海外行ったらめちゃくちゃ活躍するステイゴールドサンクみたいな感じなんですよ。だステイゴールドもメンタルが海外行ったら絶対疲れてるのにテンション上がって普段以上のパフォーマンス発揮して勝つみたいな。ステイゴールドサンクの代表といえば、まあ、オールフェーブルとか、まあ、あと中山フェスタとかね凱旋門賞構想したし、両方この間サウジアラビアでステイフーリッシュっていう馬もね勝ちましたし、俺もステイゴールドサンクなのかな実はみたいな、俺のお父さん鈴木ステイゴールドだった気がするぞみたいな。まあそんなことはさておいて、とりあえず寝なきゃいけないんで、寝るのは大事なんでね、英気を養ってまた明日の旅に出て、明日からホテル生活にまた戻りますんでね、また週末の競馬に向けて切り替えてね、次は競馬モード全開でいきたいと思います。じゃあ今日はおやすみなさい。今日ね楽しみにしてきたこの辺では有名な鍋焼きラーメン屋さんです。念のためね30分前に来たんですけど、まだねだいぶあるんで、キャンピングカーならね待ち時間も苦にならないんで、ここでゆっくり回転待ちたいと思います。鍋焼きラーメン橋本食堂行ってきました。やっぱ本場美味しいですね。すごいやっぱスープがね店によって全然違うってことが学びました。二郎系とかも単純にもやしが乗ってれば全部二郎系ってわけではないだろうっていうのと一緒で、鍋焼きラーメンも鍋に入ってるラーメン全部一緒やろっていうのは違うんだなっていうことを改めて思いました、ね、鶏のねエキスがかなり効いた、いや美味しいスープで、おすすめのねなんか雑炊風に食べるっていうのを初めてやってみました。すごい平日だったんですけども、開店してからも一足が途絶えずすごい人気でした。もうすぐ出る時にはもう列になってたんで、開店前に行っといてよかったです。今日からまたね高知の市内の方に戻ってホテル生活になるんですけど、まあ、まだね昼前でチェックインまで時間ありますんで、今日はねゆっくりドライブしながら高知へ向かいたいと思います。横波スカイラインという、まあ、有名なドライブコースがあるんで、そこのね景色を楽しみながらゆっくりホテルに向かいます。ではねまたどんな絶景が見られるのかすごい楽しみです。ワクワクします。じゃ行ってきます。これも